皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、メイド服姿となった、こちらのギターヒーローのフィギュアです。ポッチザロック、後藤ひとり、メイドバージョン、ノースケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アニプレックスさんのサイトにお邪魔させてもらっています。ぼっちちゃんこと後藤ひとりちゃんが、メイド姿でフィギュア化されました。こんなのもあるんだ。ぼっちザロックという作品に、後藤ひとりという主人公がいるんですけども、後藤通称ぼっちちゃんと呼ばれていて、極度の人見知りで陰キャな少女なんですよ。しかし、売れ線の楽曲を扱う、大人気カバー動画投稿者のギターヒーローという一面もあるんですよね。感情が表に出やすく、切羽詰まった場面では、顔面が崩壊していろいろな表情を見せてくれます。インスタなどの SNS を勧められた際には、とてつもない拒絶反応を見せたんですよ。服装は基本的にピンクのジャージ姿なんですが、母親が買ってきた服を着ると天使のように可愛いんですよね。文化祭の際には、クラスの出し物でメイド喫茶をやることになり、可愛いメイド服姿になるんですよね。しかしプレッシャーに耐えかねて、ゴミ置き場に逃亡していました。客寄せの看板を持って立ちながら、気絶しちゃったりもしているんですよ。オムライスに美味しくなるおまじないをしたら、変な物体がめちゃっとかかる演出がされていました。そんなぼちちゃんが、今度はアニプレックスさんからメイド服姿でフィギュア化されるみたいなんですよ。これでいつでも、ぼちちゃんからご奉仕をしてもらえるかもしれません。ファンサービスだ！文化祭でクラスの出し物としてメイド喫茶だったことから、メイド服姿となったシーンがイメージされ立体化されていますよ。メイド服に身を包み、照れた笑顔を浮かべこちらを見上げるぼっちちゃんが、とっても可愛らしいです。そんなぼっちちゃんの可愛さに、思わずメロメロになっちゃいそうです。これが君の愛なんだね。服のシワなど、細部まで精巧に表現されています。ノースケールながら、たくさんのこだわりが詰まった造形となっています。メイド服がしっかり作り込まれていることで、ぼっちちゃんがより可愛く見えてくると思います。ガッチャ！髪のちょっとしたなびき具合も、丁寧な造形で表現されています。ちょっとした躍動感も、伝わってくるかもしれません。シワの表現が丁寧に作り込まれていることも相まって、躍動感も引き立って今にもぼっちちゃんが動き出しそうです。お楽しみはこれからだ！スカートとハイソックスの間のちらりと覗く太ももはとっても柔らかそうに造形されています。その太ももで膝枕をしてもらい、ぼっちちゃんのぬくもりや柔らかさも味わってみたいものです。太ももの間からスカートの中が見えちゃいそうで、思わず視線が誘導されそうです。ダメですよ。台座として椅子が付属していて、ぼっちちゃんを座らせることができます。お座りポーズなので、椅子なしでもいろいろな場所に飾ることもできています。あなたのおそばはもちろん、お気に入りの場所にぼっちちゃんを飾ることができますね。しどい！星が頻繁に供給くれるのとあたいしどい！お部屋の机や棚、職場のデスク周りなどに飾っておけば、いつでもそばにぼっちちゃんがいてくれる気分を楽しめると思います。デスク作業や PC 作業をとっても可愛く見守ってくれるのではないでしょうか。あなたの日常空間をぼっちちゃんが可愛くて楽しく彩ってくれること間違いなし。メイド服姿となったぼっちちゃんの可愛さをたっぷりとご堪能ください。さあ、満足させてくれよ。こちらのフィギュアの予約は2024年2月11日までです。こちらは2024年10月に発売です。そしてお値段は4800円です。このフィギュアをお迎えしたら、ぼっちちゃんのメイド服姿の可愛さを SNS などで自慢しちゃってください。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズのリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、そのリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。